奥州藤原氏の時代よりもはるか昔、今からおよそ1200年前、征夷大将軍坂の上の田村麻呂公によって創建されたと伝わる達国の岩や毘沙門堂。度重なる火災でお堂は焼失したものの、毘沙門堂本尊をはじめ仏像、古文書など多数の文化財が今も残っています。毘沙門堂の西側、高さおよそ33メートルの岩肌に刻まれた顔面大仏は、戦で亡くなった敵味方の霊を供養するため源義家公が彫ったと伝えられています。弁天堂は慈覚大師円仁が作ったとされる弁財天が祀られているお堂。姫町不動堂には寛政元年にこの地へ移された平安後期作の不動明王が安置されています。昔ながらの工法を用いて建てられた金堂の本尊は神木で刻まれた薬師如来。現在、達国の岩屋では鐘楼の解体修理が行われています。慶長20年に建立された鐘楼はこれまでに何度か修理しているものの、発掘調査が行われるのは初めて。貴重な発見があるかもしれませんね。鐘楼に吊るされていた龍虎鐘と呼ばれる鐘は修理期間中参道に置かれています。鐘の上に虎が乗り、銅には龍が描かれたとても美しい鐘。普段は鐘楼に入ることができないので、この期間にじっくり見て触ってください。新緑に包まれたこの時期に歴史深い達国の岩屋を参拝してみてはいかがですか。